はい、たわごとオープン。お外じゃなくてお外が全部見える駐車場ヒーリングさんのアトリエ駐車場で、リリーと一緒に、お届けしています。はい、じゃあ早速ね、たわごとなので質問票が来てます。マーさんはこの世のすべてのものが神の現れ、その子供であると言われます。はい、そうですね。その根拠はどこにあるのでしょう。ねえ、厳しい。なんかね、大学の先生からですね、その根拠はですね、まずこの世界を、皆さん人間界は、創造主が作ったというふうにね思っている方多いですね。で、そういう意味で創造主っていうのは何なのか、それは神ですね。そうこの世界のすべてのものは創造主が作った、イコール神が作った、イコールすべてのものは神が作った、すべての人は神が作ったもの、ね、それにしては神が作ったものにしては争いばっかり。これは分離の価値観のせいなんですね。その人の本質が神の子じゃなくなったわけじゃないんです。そういう意味でですね、根拠というのは全てを神と皆さんが呼ぶならね、創造主が作ったと呼ぶならね、全てのものは神の子だっていうことです。はい、全てのものが神の一部だから、神の手足となる、生まれたら神の手足となるね、分離の人間界の手足になってはならないっていう意味ですね。まあこの世界に、この神の作った世界に生まれたなら、神の作った創造主の作った皆さんがそのように生きたらね、幸せに素晴らしく守られるんだけども、自我化してね、戦って分離して神の子たちをいじめたり殺したりね、騙したりやっつけたりしたらとんでもないことになるよというね、その科学的事実を古代からずっと先輩たちっていうのかな、先祖たちは伝えてきたってことですね。いいもの悪いもの、クエスチョンですね。いいもの悪いものどちらでも良いのですが、自我が何かになりたい、なれる人間に、自我が何かに なりたい人間になってしまったら、どう解除したら良いのでしょう、ね、いいもの悪いもの、例えばいいものになれっていう家があれば、喧嘩強くなって他を滅ぼせ、敵をやっつけろって習う人もいるんですよ。みんな神の子は一緒なんだけど、観念が違うんですよ、一族によってね。また時代によっても違うですよ。戦国時代だったら人に勝て、ね、殺せ、強くなれってね。だからそういう観念や価値観でね、自我がね、何かになりたいと思うんですよ。強い人になりたい、優しい人になりたい、喧嘩ばっかりしてる両親だとね、優しい人になりたいっていうふうになるんですよ。で、優しい人のね、演技、アクトっていうのをするんですよ。ね、でもやっぱり育った環境がそういう分離だからね、雰囲気、見た目はそうなんだけど、なんか変だな、この人、なんか優しい雰囲気を出してるけど、なんか恐ろしい雰囲気だな、みたいなね。まあそういうことだ。だからいいものであろうが悪いものであろうが、人間界の価値観でね、どちらでもいいんですが、自我が何かになりたいと望んでいるものをどうやって解除したらいいか。それはね、人間界のあらゆるものに条件付けられることがないようにする。これ条件付けっていうのは今は洗脳っていう言葉で言う人が多いけど、洗脳って脳を洗うことの宗教用語ですよね。だからいいことなんですよ、本当はね。脳を洗えたら最高ですよ。要は観念を全部、分離によって観念ってできてますからね。観念が全部洗われるという意味ですから、いいことですね。
あのね、それよりも、ね、条件付けっていうのはね、分離の観念ですから、それは問題ですね。まあだから分離の価値観やそういったものはカルマと呼ぶんですけどね、そういう人間界の観念は継がない方がいいですよね。じゃあ何を継ぐのか、神の子としての、神の一部としての、愛の表れとしてのあなたの素晴らしさで生きるというねことですね。次の質問ですね。若田で分離の信念においてマースさんのお話を聞いていると、どちらにしても自我があるとして、環境下においてのいいものがそれぞれ違い、私が強くなるとか勝つとかの自我の野心や希望を持つのではなく、万物自然の神の望む生を生きるということが最も大切だということなのでしょうかっていうね。これも学校の先生、大学のね、この先生はね、心理学の先生じゃないかな、違うかな。若たれの信念においてね、いや分離の信念、要はカルマですよね、言葉の信念において、どちらにしても自我があるということなんですよね。観念が何であっても、環境下、幼少時の環境下においてのいいもの、親がね求めてたもの、望んでたものはそれぞれ違い、例えば私が強くなるとか勝つとかのことを求めている両親だと、自我の野心が、そういう希望をね持ってしまうわけですね。偉くなりたい、すごくなりたい、勝ちたい、喧嘩強くなりたいとかね。まあ例えば僕の家だったら逆だったんですね。偉くなるな、すごくなるな、勝つな、うぬぼれるな、過信するなっていうね、そういうなんていうのかな、法哲学的なね、まあ犯罪心理学的なところから導いた彼の研究結果でしょうね。で、まあ僕はそうになっちゃいけないな、過信したりうぬぼれたりは良くないな、それはそれでいいことなんですけどね。だけどそれがもし分離だった場合、この若たれだった場合、罰当たっちゃうわけですよね。若たれの価値観だと、要は罰とかそういう自己処罰っていうのは本質に帰るためにある機能なんですね、宇宙の。だから愛へ帰る、神の子へ帰るためにいろんな問題が起きるわけですよ。でかつね、自我っていうのが強いとね、部分っていう信念が強いとね、自我の念望希望がすごい強いんですよ。でそれが叶わないと怒ったり切れたりするんですよね。だから苦しいんですよね、ですよね。だから私などいないとか、そういうものを持たない方が幸せになるっていうことなんですよ。で私っていうのが強くね、自我も強くなって、その喧嘩が強いとか人を任すことができるっていう、神様、全て神の子ですからね、神様の子を任すとか、やっつけるとか、いたぶるとか、殺すってことになるわけだから、その人自身、そういうことをする人自身も神の子なんでね、自分を許さないんですよ。で償おうとしたりね、詫びようとしたりね、自分を元に戻そうとしたりね、自分のこと嫌いになったりするわけですよね。まあそういうね、自我の野心や野望、念望、期待をね、希望を持つのではなく、本来人間はね、万物自然の神の望む生を生きることが大切だということですかっていうご質問なんですよ。だからその通りですっていうことです。その通りです、はい。で次の質問も、まあ、同じようなものがね、集めましたんで、地域時代、家の中で言われている良いものになろうとする、要は地域とか時代とか家族の観念ですね、分離の社会の長い歴史の中での家族の観念の中で良いもの、その人たちが思うね、環境とかテレビとか番組とかいろんなねものが、これがいいんだぞ、勝てとか、戦争中だと勝てとか、偉くないとか、強いっていうのがいいものとか、そういう背景というかな、時代背景ね、
とか地域背景とか家の中の両親の観念とかで良いものになろうとする自我の野心から自由になれますか。そう、自由になるのの方法は神の子としてどうかって自分で見つめてみればいいですね。自分の価値観、神の子じゃないものがないから、動物を殺すにも虫も殺すのにも、虫は殺してもいいんだっていう人もいると思うんですよね、この分離社会ではね。もういろんなこと言うでしょ、虫早く殺した方がまた生まれてくるかなんていう人もいましたしね、昔ね。いろんなこと言うんだけど、神様のとこから見りゃ分かるわけですよね。万物すべてが神なんだから、もし神様の子であるイノシシさんやシカさんやクマさんをいただくなら大変なことですよ。だから縄文人は本当にもうその儀式をしてね、本当に感謝してね、神として称えて体をいただいたっていう古代の人の意識の高さですね。神様なんですよ、全てがね、自分も含めて。だから大切にするのは当然なんですよね。そういうとこから生きたらブレることがない、間違えることがないんですね。人間の観念でいろんなこと言う人いますけどね、僕は一切聞かないです。いや、その人が神様の子として、万物の子としてっていうのかな。僕は宗教もやってませんし、宗教僕団体を何しろ嫌いなのでね、団体がなんで嫌いかって、団体が嫌いなんじゃなくてね、団体を作ってそこで守り合ったりするとね、他の人が生まれちゃうんですよ。そうすると戦いや苦しみの中に入っていくんですよ。だから団体の中の所属意識はない方がいいんですよね。でもね、それをね、そうしなきゃいけないとかなんとかって子供が聞いててそうに思うのは良くないでしょ。やっぱり神様だの子だったらどうするかな、何がやるべきかな、この世界を美しくしたいな、この世界を真の芸術で満たしたいなと思うのは、神様がそう望むからっていうことがね、感じられるっていうのは素晴らしいことですね。だから地域、時代、家の中で言われている良い悪いになろうとする自我の野心から解放されてくださいと。それは自我の良い悪いではなく、天の神羅万象の神我の神の良い悪いで、自らがその子だからね、生きようとする美しさってことだと思うんですよね。で、世界はこれからどうなってしまうんでしょう、大変な状況ですっていうことでね。だから僕はそのように思っているんで、世界中のあらゆる人が自己処罰しますね。もう限界まで来てるんですよ、人類はね、どっちにしてもね。だから神様の子なのにそう生きてない人は自己処罰するし、償うし、アポトーシスするし、霊山するし、これはもうみんなしますよ。だからいち早く神の子に戻る、本当の自分に戻るね、他を滅ぼしたり、嘘ついたり、騙したり、やっつけたり、支配したりね、恨みを返したり、先祖代々から続く憎しみ、補習のね、悔しさ、怒りをね、要はそういう鎮圧とか抑圧されたそういうものをぶつけて生きるっていうのは良くないですね。で、自らを償おうとしてしまいますよ、自分の自己処罰をしますよ。だから世界がこれからどうなるかって、もうとんでもない自己処罰の世界だから、たくさんの人が自ら滅ぼそうとしますよね、破滅に向かいますよ。で、自分の自我を助けようとすればするほど逆になりますからね、美しくなくなる、醜くなるね、いろんなことが露呈するね、明るみになってくる、要はその人たちからとってはバレてしまうね、そういうことがどんどん起こってくる。ものすごい苦しみ、ものすごい辛さの中でね、罰せられていく自らに、僕はそういうふうに思います。これからこの世界もう限界まで来てたからね、一気にそういう、そんだけやっぱり宇宙の神聖さ、神意識っていうのかな、創造神我意識、創造主意識っていうのが高まってますよ。それは何ですかって、一体意識なんですよ。一体感、
電子がきれいに回りたいという欲求ですね。宇宙の電子がきれいに、要は癒し度化したいっていう、汚れをもう癒したいとする。だからそういう戦争や喧嘩で死んだ人たちとかね、そういう人たちの念とかね、電子素粒子でいっぱいになってますよね、地球が。それを全部浄化したい、一体愛を知りたい、ね、神の子であったことを知りたい、みんなが仲間だったことを知りたい、みんなが一体だったことを知りたい。だからもう人のふるさとに侵入する、支配する人がいなくなる、支配されて補修された人が今度支配者になろうとする、そういうの全部やめる世界ですね。それ自然とみんなが持っていかれますね。自然と神の意識って神の子ですからね、そちらに向かって善良にね、みんななっていくと思いますよ。それをね、止めることは不可能です。みんな体がね、素粒子っていうか、天然でできてるんですよ。そこに携帯が良くない、何が良くないって、当然そうなんだけど、人工電磁波っていうのがね、0101なんですよ。でそうすると体に合わないですね。あと酸化物質、腐食酸化っていうのが体にダメですね。体は天然でね、エントロピーが減少してね、抗酸化でね、腐食酸化しないようにね、電子がまたきれいに回ってね、言葉少なくね、思考少なくね、メディテーション的に生きるっていう時代が来るでしょうね。そうしないとこの宇宙、神の作ってるこの神話の夢の世界がね、きれいに回らないですからね。そちらにどんどん向かっていくから、どんなに自我が抵抗してもですね、そちらに向かっていきますから、いち早くそっちへ向かった方がいいですね。いち早く愛や本質へ皆さんが帰った方が、それが電子がきれいに舞いますから、心も体も良くなるけど、そういうネガティブな気持ちや考えを持ってね、で分子を雪の結晶ができないようにね、憎しみや怒りや、ね、補修された恐怖や、ね、支配欲、うぬぼれ、過信、そういったものを全部ね、罰せられていきますよね、自らに。それをしないように生きた方がいいですよ、ね、それが一番のね、祝福だし幸せだし。だからこれからどうなんだ、世界はどうなんだって、間違いなくそっち行くでしょうね。だからどん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 いろんなものが明るみになって、どん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 ね、悪いことしてきたらね、破滅に向かわせようと自分のことしますよ。そうならないようにね、愛へ向かってほしいんです。破滅に向かうんじゃなくてね、愛へ向かう、神の子に戻る、ね、向かうんじゃなくて戻る、本来の自分、本当の万物の子に戻るね、そういうふうにしていただけたらね、幸せになっていただけるだろうし、みんながね、平和になってね、人のふるさとに攻めてくる人いなくなればね、恨み返しもしなくていいでしょう、ね、本当に愛と平和の世界に、ね、なっていただきたいなというふうに思います。それじゃあまたお会いしましょう。ディリはそこで寝てますんでね、はい、それじゃあまたお会いしましょう。お相手はお昼間ディリと一緒、たわごとばっかりのたまうたわごと人間マースでした。さようなら。